いやちゃよーライドネスで今日もやっていくんですけど、今日はね、BO5 をやっていきたいと思います。今日ね、ちょ、BO3 って書いてあるんですけど、クランに。だけど、BO5 をね、やっていこうかなと思います。ということでですね、今日やっていくらんのはこちら、ゆうやさんですね。もう多分ね、結構、俺の動画でも2回目かな。YouTube 出るのは2回目だし、なんか、結構多分もう名もね、広がってる。人だと思うんですけど、ツイッターとかでもね、多分バシバシ拡散されてる人なんですけど、最多トロフィーがね、7987という感じで、昨日戦ったリアンさんよりもね、5高い方ですね。で、フィニッシュは72と、で、今日、あれは78ですね。前シーズンは。って感じで、最多もね、めちゃくちゃ高いプレイヤーなんですけど、この人のね、すごいところは、何でも使えるってところなんですよね。そう、なんか、その、更新したわ、っていうツイートで、なんか、あれ、毎回出来違くねみたいな。そんなね、感じのプレイヤーなんですけど、基本的には、仁義がうまい。ですね。で、今ね、結構、俺あんま、その年齢とかわからないんですけど、もしね、その、16歳以上なら今結構その、なんだろう、プロから注目されてるプレイヤーだと思ってて、結構てか多分一番かな。なんで、俺個人的にはね、一番そのなる、プロプレイヤーになるのに近いのがこの人なんじゃないかなって思ってますね。で、本人としても結構そのやりたい気持ちはあるっていうことをね、あのツイッターで言っていたので、結構ね、やっぱり、まあやっぱ近いんじゃないかなっていう。まあシーズン2参加しないとしても来年ぐらいにはもう会うんじゃないかなって、ね、個人的には思ってます。ということで、ゆうやさんとやっていきたいと思います。番はなしで BO5 ですね、をやっていきます。ってことで、1戦目、どうしようかな。とりあえずね、ごぼうり系のデッキを使いたい。スパンキー使おう。よし。いきます。よいしょ。よし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 。よろしくと。ありがとうと。まあ、その、経験スタートだ。まあ、スパーキーを使う意図としては、結構ね、この、プレイヤーは、人技系が上手いんですよ。そう。なんで、ゴボリが入ってる、その、デッキだったらね、多分、なんだろう。何にでも対処できるんじゃないかなって。で、言うのを使ったので、ケズスパでいいかな。ポン。で、ここで、逆サイ来るかなって感じなんで。はい。で、これ釣ってあげて、パチコーンと、しばいてあげる感じですね。で、これは対空はね、残り続けちゃうんでね。いいホバですね。ここにエリを咲かして、端前ゴビジョイさせないっていう、いいホバですね。これは。やられたな。普通にこれ無視して、これ一発撃つぞ。うえ！はい、来ましたー。はい、まあ、撃つような感じはしたからね。あえて雪玉撃たなかったんですけど。まあ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 。まあ、これはね、ちょっと雪玉撃っていって、ダクプリでいいかな。本当は、なら最初からダクプリ出せって話ではあるんですけど。まあ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 。これで、ネクストにも、これでね、回るんで、よいしょ。はいはいはい。振り向くよ。はい、よいしょ。いいよ。いいよ。いいですね。で、これはもう、高めホバにしばかれることもなく、で、ごぼうりも出したんで、よいしょ。で、ここで、コウモリがね、多分竹取ってからコウモリとか来ると、うえぇコウモリかな。はい。よいしょ。てな感じで、まず一本ですね。一本。あー、ベガもやったー、これ何してんの。でもね、めちゃくちゃ相性いいですね、これ。ダクプリもスパーキーもあるんで、これ待ちたいと思います。OK。まあ、これはこれだけで処理できるかなって感じなんで。まあ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 、こうですね。よいしょ。あーい !OK、いいよ。ババが来る。あー、これは。これでいいですね。19秒ね、あと。マスケがワンチャンここら辺に来るぐらいか。よいしょ。OK、OK、OK。
いや、ユーノの許容がめちゃくちゃ良かったですね。ここの、あそこでエリクサーを使いすぎなかったところで、陸受けがあったけど、そこでね、使わずに、ゴブジャイ受けとかね、そういう苦しい受けをせずに、雪玉だけで受けれたのが良かったですね。まず一勝。で、これを見て、どういうデッキで来るかっていうとこなんですよね。まあ、ロイホグが来ないとして、次に来やすいのは、これを見てね、来やすいデッキ結構難しいんですよね。ワンチャン、連投もありですね、結構。ラバにね、若干きついみたいなのがあるんで、ワンチャンラバが来る可能性があるので、難しいなぁ。ここで、何が来るかなぁ。このマジでさ、ゆうやさん、その何でも使えるんで、穴ポイとかもめちゃくちゃ前に来てたんですよ。そうそうそう。なんで、なんかポイズン、いやでもスパーキー。ごぼうりを読んでくると思うんですよね、こっち的には。なんで、だとするとやっぱ穴ポイ系が予想できるんで、三重子でいこうかな。これでいこう。よいしょ。あんまり次橋渡る系は来ないと思うんですね。穴ポイかラバかそこら辺で来ると思うんですよ。かバルーン。バルーンはでも、施設を入れられるってんなーってかっちも感じると思うんで、どうなんだろう。逆にもう同じ系統のデッキで来るか、施設の施設神器ですね、世界大会でラッパカチが使ってたごぼうりマスケ神器とかをね、雪玉なんだろう。俺プリンス神器とかワンチャン、プリンス神器だよ、プリンスアナポイとかワンチャンあると思うんだけどね。やっぱポイズン来た。はい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 、いいですよ、読み通り。これ雪玉ポイズンってことは、ラバー、いやラバーないかな、あんまり。よいしょ。ラバーですね、はい。予想通り。ラバーか穴ポイって俺最初に言っといたんでね。これは美味しい展開。よいしょ。で、まあ今ポイズンない状態なんで、ポイズン使ってから2枚。うわー、バルーンか、それは、マジか。やられたなぁ。マジか。なるほどね。いや、やられたわ。これ、空が。スキャン？なるほど。オッケー。まあ、これは一本ね、捨てざるを得ないと思うんですよね。相手からしても。オッケーオッケー。ここですよね、ここ。あー、うまいなー、その縦付け。ワンチャンバルーンとか来そうなんだよなー、このさー。でも回ってねえな、ディガーがないよね。あー、来た。まあこれはタゲ取ってから出せばいいんじゃないかなって思うんですけど。はい。おお、それはうまい。マジヤンチーじゃん。よいしょ。あー、なるほどね。まあ、ポイズン割いたんで、よいしょ。ベビドラも割いたんで、いや、これさ、デッキが分かんないですよね、相手の。オッケー。まあ、これで溶かせるでしょう。なるほどね。やばい。それはやばい。それはやばい。頼むから抑えてくれ。頼むから抑えて！お願い！お願いだから！あー！マジかー！これやばい！最悪だ、マジで。うわー！マジかよ、これ。ちょっとシャシャったな。やっぱ、マスク一体ぐらいは、逆に走らせないとこうなるんですね。うわー、最悪だ、これ。マジで最悪。これキングとかを先にバシバシ攻めないとダメですね。あれ、左のタワーを悠長に攻めてたから、あそこでエリクサを相手は使わなかったんですよね。そうそう、左にしか。だから、ラバーとバルーンの形が組めたんですけど、あそこで俺は、いや、もったいねー。あそこで、うわ、相性鬼取ってるな、これ。ディガーもないし、ポイズンなんで、くっそ相性いいですね、これ。で、相手ここで、逆に、次穴ポイ系はないのと思うので、神器あたりが
きそうな顔をしているような気もするんで、もう一回スパーキー行ってもいいんだよな、正直。スパーキーになんか一貫して弱そうな気がするんで、スパーキーで行きたいと思います。もう一回スパーキーでビビらせつつ、いやーマジかー、くそマジかよ、なんだこのデッキー、やばい、もうなんかでもうまかったな、もうこれしかないっていう指し方をしてきたんでね。ガゴムネ、うわー間に合わんかったなー、全然。よろしく。いやー、くっそマジで悔しい、マジで悔しい。いや今のは取りたかったな。マルタ、なるほど、クロス系な気もしますね、正直。なんで、おお違う、マルタディガーってことは、わかんねえわかんねえ、アナポイ系か。さては俺がさっき予想していたアナポイ系説はあるんだよな。でも多分ディガー入ってる、ウッドも入ってるってことは、あんまりそのなんだろうな、あーそういう感じね。うわっ、えぐえぐえぐ、なるほど。え、ウッドだけで抑えられるの。うわーミスってるミスってる、おっと盛大に真横にシュワーンって飛んでた。とりあえずゴボリ置いておきます。デッキが分からんな。まあゴボリ、おお、なるほど、それ良くないですね、非常に良くない。まあ、もし何かしらが来たら、その時、うわあれ、衝撃入れるんだ。やばくねあれ。入れちゃダメでしょあれ、もう。ああ、そういう感じか。これが、ガゴムで来るやつだな。まあ、でも、これ言うて別にっすね。あ、それは良くない。やべえ、やべえ、やべえ、やべえ。これやべえ。これやべえ。やべえや、やべえや。やべえ、やべえ、やべえ。やばい、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 ペース掴まれた。最悪だ。ちょっと待って、これさ、やばいんだよな、これさ、やばいんだよな、マジで。やばーい、最悪だ。まあまあまあ、スパーキーから展開していき、次はもう、次来ても、いけるんでね、自分。うわー、最悪だな。なあ、微妙。オッケー、これは割と奇襲になったはず。でしょ、で次にこれは姉妹ガゴムレがかマスケが来るんで、マスケかな、でも言うてもこれケツスパでいいっすね。でゴボリ使ったんで相手ガゴムレ穴掘りぐらいか、逆サイ来るとしたら。来ましたね。ただねこれね、雪玉が強すぎるんですよね実際。よいしょ、ここにエレキ出してあげて、もう相手これ多分守れないと思うんでね。 OK、 いくよ、これはバチコンいきますよ、ビーン、グッドゲーム。 OK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 、 雪玉がね、あそこザップとやっぱ違うところなんですけど、あのディガーから先に溶かしてあげると、もう雪玉で弾けばね500ぐらいでダメージ抑えられるんですよね。500からもっと食らったかもしんないけど。デッキやばいな、やばい。その俺の苦手な族なんですよね、このテンプレじゃないっていう。なるほどね。で次はやっぱそのゴボリ系とか、やっぱザップ系が少ないんで、次ザップ系をねちょっと入れてくると、まあペッカ工場とかそこらへんかな。ペッカ工場でこれに勝てるとは限らないんで、ジャイプリブリでいいかな、普通に。なんか建物系が来るような気もしなくもないんですよね。建物系に強いのがこの三重子なんですよ。だから相性めちゃくちゃ取れてるんですけど、いや、ここ難しいなぁ。これインフェとか来たらめんどいんだよなぁ。でもインフェとかあんま使わないイメージあるけど。むずい。むずいですね。そろそろライトとか来そうな気もしなくもない。これ三重子でいい気がすんだ。こんな交互に使って申し訳ないけど、三重子でいい気がすんだな。
ただ若干陸系が多いんで、ここは相手がイモル系のデッキが少ないんですよね。そうだからイモル系のデッキに対してはディガーがめちゃくちゃ有効なんですけど、相手がイモってどんなにイモってもダメージ与えられるんでディガーが有効なんですけどね。いやだからここディガーワンチャンそのダックプリに変えてもいいんじゃないかなっていうのは若干その端前とか、いやでもよくないよくない、三十していきます、交互でよろしく。これで三十紙読まれてたらすごいな。ちょっとね、少ない、デッキ幅少なくて申し訳ないんですけどね。ここは勝ちに行きたいと思います。うわー、クロスだ。クロスか、スケラか、どっちか。まあ、どっちも別に相性悪くないんでね。よいしょ。オーブン、スケラですね、これは。え、ファイブ？やばい！やばーい！やばい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 。読まれた、さては。やめてやめて、やだ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 、ファイボとかやめて、マジでやだー、マジで読まれたか、ワンチャン。これ何かしら出してくると思うけど来なかった。ライドラ、え、やばいやばいやばい。まあファイボ使ったんでね、ここは。しかもライドラともう1枚ぐらい引き出せそうな、さすがに出してこないか。おお、なるほど。あ、これファイボ回る、まさかの、まさかの回るやつ。よいしょよいしょよいしょ。いや、いらんかった、今のザップ。なんだ今のザップ、アホだなマジで。やらかした。お、結構入ってる結構入ってる。さてはこれ5ぐらいしかなかったかな、かロイジャイは攻めすぎたか、ワンチャン。いらんかったな。まあ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 、多分三重子の受けが絶望的にないデッキなんで、ライドラアーチャー今んとこ見えてるのはロイジャイ、ライドラ、アーチャー、ファイボー、オーブンなんで、ここは、ケツ、これさ、そう、ケツ出さないと、ファイボー取れちゃうんですよね。ここが難しいな。ここさ、相手が、あれなんですよ。その、構えてるんで、ファイボーね。なんで、これ絶対ロイジャイ来るんですけど、ディガーと、リューノで抑えなきゃいけないですね、これは。相手がもう絶対に構えてる。パターンなんで、うえー、雪玉だ。これもう行かせると見せかけて守る。まあ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 、いやこれは行かれちまった。あそこ何出しでも積んでたな、正直。よいしょ、ファイボー来た。よいしょ。いやーでもファイボ打たしてよかったかな、あれ。キングに、キングに打たしても、そしたらガゴムレでいけたから打たしてよかったかもな普通に。あー、これあれが来る。よいしょ、ババ来るかな。多分左にババが来そうな気配が若干。お、そっちか、ファイボかな。うん、よいしょ。まあ、これで全芝木 TV なんで、ファイボがまだ全然回ってないと思うんで、これはまあグッドゲームかなって感じではありますね。まあ相手からしたら多分この三重子がどうしようもなく嫌なんで、よいしょ。で、ここはババを使ってオーブンぐらいしかないんで、ここは行っていき、で、ガゴムレセパですね、ここは。はい。で、この陸をしばいた後に、アーチャーぐらいしかないと思うんで、こっちに。目指して真ん中のアーチャーにザップ打てば OK、 グッドゲーム。まあ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 、まあ、良きでしょ良きでしょ。デッキ選択が良かったですね、完全に。うん、まあここら辺でちょっとね、シンプルに PS で勝負して勝てるか分からない相手だったんで、やば、デッキがやばい、デッキがやべえよ全部デッキがやばい。俺テンプレがじゃないと何これ何これってなっちゃうから、まあ元々のデッキ予想でもこのロイジャイは予想外だったな普通に。そう、ロイザイが今、タルババ加砲されて、あ、やばい、ミスった。グッドゲームと。
ありがとうございましたと。はい、ってな感じで、もう、この人もね、リアンさんに続きね、めっちゃいい人リストに載ってる人なんでね、いつも俺が、なんか言って、来て、すぐ来てくれたり、するんで、そう。で、あと、俺からその誘ってる側なのに、行けない時でも、なんかもう、すいません、行けないです、ごめんなさい、みたいな、めっちゃね、物腰低い、ね、めちゃくちゃいい人なんでね。で、あと、また、ツイッターリンクをね、貼っておくので、めちゃくちゃね、上手い人なんでね、本当に、ツイッターリンクを貼っておくので、多分 YouTube とかね、まだやる予定はないと思うので、一応ね、そのツイッターリンク貼っておくんでね、ぜひ、ぜひぜひっていう感じですね。ってことで今日はこの辺で終わります。またね、BO3 シリーズ結構、今いろんな人に DM 送ってて、多分結構頻繁にね、やると思うんで、ワンチャンもう明日もね、BO3 とか動画出すかと思うので、ぜひね、楽しみにしててください。ということでね、もしよければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ってことで今日は何でも終わります。バイバーイ。